追いついた夢。山本周五郎作。一。娘は風呂桶から出るところだった。どうです。いい体でしょう、旦那。おかみはしゃがれた声でそっとささやいた。あれだけ綺麗な体は千人に一人もありゃしません。こんな商売をしているから、ずいぶんたくさん女の体を見てますがね。ああいうのこそ、本当の持ち肌とか、羽二重肌とか言うんですよ。あれだけの器量だし、肉付きもいいし、まあ、よく見てください。これが気に入らなかったら、罰が当たりますよ。そう言って、おかみは去っていった。ここは、あんどん部屋のような暗い長四畳で、壁の一部に二寸角の穴が切ってあり、黒い紗が二重に張ってある。向こう側はそこだけ横に黒い砂ずりになっているから、こちらで明かりでもつけない限り全くわからない。和助はその紗へ顔を押し付けるような姿勢で、風呂場の中をじっと見守った。娘の名は、おけい。歳は、17だという。小作りの、しまった体つきで、着物を着ていた時とは、見違えるほど肉付きがいい。ことに、胸の膨らみと、腰の豊かな線とは、歳よりはるかに、増せた、そそるような丸みを持っている。湯に温められた肌は、薄桃色に染まり、それをぼーっと、幸運が包んでいるように見えた。いい体だ。これまで見た中では確かに群を抜いている。彼はこのおばな屋でもう七人もこういう娘に会った。こっちで出した条件がいいから相当よく選んだのだろう。中に三人ばかりは惜しいようなのがいた。しかし彼は急がなかった。すべての点で自分の好みに合うもの、これなら満足だと言えるものが見つかるまでは折り合わないつもりだった。その八人目がおけいで、今日は二度目であるが、四五日前初めて会った時、大体気に入って今日こうして体を見る段取りになったのである。娘はぬか袋で首から胸、腹から腿へと洗いながら、また、よく見に立ったりして、前後左右、いろいろな角度と、姿勢をこちらへ見せた。ことによると、おかみに言い含められたのかもしれない。それとも、全く無心にそうするのか、ともかく、体の緊張した線や、丸みや、厚みや、豊かな膨らみが、伸びたり盛り上がったり、柔らかくくびれたりするのを、残りなく、見ることができた。そして、いかにもそれは美しかった。立ち鏡の時など、かなり不作法な線が現れるのだが、それが少しも、いやらしさや、みだらな感じを受けなかった。17歳という年齢のためでもなく、男を知らないためでもなく、何か全く別な理由。言ってみれば、真理ある清らかさ、生まれつきのつつましさが、現れているようであった。いつまでも、汚れることのない、単純で美しい、性質のためのようであった。千人に一人もないというのは、本当かもしれない。確かに、他の女たちとは違う。他の女たちにない、何かがある。和助はこう思いながら、早くもそれを鳴らし、目覚めさせてゆく空想に疲れ。我知らず、深いため息をついたが、やがて、未練らしく、そっとそこを離れた。彼は、おかみの部屋へ寄って、二人だけで話すことがあるから、酒を持って来させてくれ、と言い、そのまま二階の元の小座敷で待っていた。おけいは、ほどなく上がってきた。こっちへ来て、お座り。和助は、彼女が前後しらえをすると、こう言って、
自分のそばへ招いた。悪く遠慮する風もなく、ほのかなはにかみを見せながら、おけいは素直に来て座った。私はぜひ、世話をしたいと思うが、お前の気持ちはどうだ？私の面倒を見てくれるか？はい。こんなものですけれど、お気に召しましたら、お願い申します。おけいは、案外しっかりした声で、そう答えた。支度料や手当のことは、この間言った通り。他にも必要があれば、金のことならできるだけのことはするが、ただ、来てくれるとすれば、断っておくことがあるのだ。和助は、酒には手を出さずに、こう言った。それは、お前の家の方と、縁を切るつもりになってくれることだ。毎月の決まったものはきちんと送るし、大黒さんにもしものことがあれば別だが、さもない限り、行き来をしてもらっては困る。はい。それは、ここのおかみさんから伺っています。つまり、私は、遁世したいのだ。落ち着いたらいずれ、身の上話もするが、世間からも、人間からも離れたい。煩わしい付き合いや、利欲に絡んだ駆け引きや、一切のうるさいことから、さっぱりと手を切って、静かに、誰にも邪魔をされずに、余生を送りたいのだ。おけいはうつむいたまま、そっとうなずいた。それには、今度一緒に住む家のところなんだが、これは、私の身内の者にも知らせてないし、お前の家の方にも、知らせないことにする。誰か一人にわかると、次々に広まって、自然と人が出入りするようになるものだ。これも、はっきり断っておくが、いいだろうな。和助の口の聞き方は、押し付けるような調子になった。おけいはこれにも、素直にうなずいて、それから、目を上げて聞いた。おっかさんに、何かあったときは、すぐわかるようにしてくださるんでしょうか。それは無論そうするし、落ち着いたら、時々見舞いにもやってやろう。ただ、ところだけは、決して知らせてはいけない。これだけを、はっきり断っておいて、それで承知なら、世話をしよう。はい、どうぞ、お願い申します。では、一杯ついでもらおうか。和助は、杯を持った。それはその時まで、酒を持っていたことに何か意味があるとでも言いたそうな、かなりもったいぶった手つきであった。この杯で、お前も一つ、これもまあ、形だから。彼は、おけいに杯を渡し、自分で酌をしてやりながら言った。そして、それを飲んだら、おかみとその家主さんを呼んできてくれ。話を決めて、渡すものを渡すとしよう。多分、四五日うちに、迎えのかごをやることになるだろうから。おけいは、一息に飲んで、そして、おかみを呼びに立とうとした。すると、つまずきでもしたように、よろめいて、片方の膝をついた。和助は、素早く手を伸ばして彼女を支え、しびれが切れたのだろう。危ないよ。と言って、起こしてやろうとした。すみません。いえ、もう大丈夫です。おけいは、そっと和助の手から離れ、すり足をしながら出て行った。和助は、その後ろ姿を見送りながら、今掴んだ娘の手の、湿っぽい柔らかな、しっとりと冷たい感触を確かめるように、右の手をじっと握りしめながら、唇の周りに、貪欲そうな微笑を浮かべた。二。お花屋を出たおけいと万兵衛は、浜栗町まで、ほとんど口を聞かずに歩いた。背骨の曲がりかけた万兵衛は、まるで重い荷物でも背負っているように、前かがみになって、ひどく大儀そうな足取りで歩き、何度も、はぁ、と、太い吐息をついた。では、なんだ、確かに預かったから。
別れるときに、初めて万兵衛はこう言った。彼は、こっちを見ることができないようだった。おけいは黙って微笑して、だが、そのまま長屋の路地へ入っていった。家へ帰ってみると、医者の良安が来ていた。母親のお民が、また発作を起こしたのだろう。隣のお村が世話をしてくれたと見えるが、母親はいつもの薬がもう効き始めたらしく、うとうと眠りかけている様子だった。やっと、お金の都合がつきました。医者を送り出しながら、おけいは低い声でこう言った。溜まっているのも、きれいにします。これからも、決してご迷惑はかけませんから、どうぞ、お願いします。医者は、向こうを見たまま、うなずいた。何か言おうとする風だったが、しかし、黙って薬箱を持って、そして、出て行った。お茶が入っているよ、おけいちゃん。おむらが、病人をはばかるように、ささやき声でこう呼びかけた。おけいは母の様子を見た。唇を少し開けて、軽い安らかな寝息を立てている。おけいはそっと、隣の女房のそばへ来て座った。いつもすみません、おばさん。ぬるくなったかもしれないよ。良安さんに出した後だから。音を忍ばせて、茶を注いでやり、自分のにも注いで、おむらは、伺うようにこっちを見た。どうだったの？話は。ええ、決めてきたわ、すっかり。相手はどう？良さそうな人かい？わからないけれど。おけいは、湯飲みを取って目を背けた。でも、おっとりした人だったわ。少し太っていて、丈夫そうな。どんな商売をしているの？それが、わからないの。お店は、大阪とこっちと、両方にあるって言うし、かなり大きくやっているらしいんだけれど、そのお店が、どこにあって、どんな商売をしているんだか、お花屋のおかみさんも、知らないらしいのよ。そんなこと言っておけいちゃん。もしもその人が、悪いことでもしている人間だったりしたら、嫌じゃないの。仕方がないわ。私、お金がいるんですもの。おけいは、微笑した。たとえ、相手が泥棒だって、凶状持ちだって。でも、大丈夫よ、おばさん。そんな人でないことは、確からしいから。おむらは、ため息をついた。それから、襟へかけてある手ぬぐいの端で、なんとつかず、口を押さえ、もう一度、肩を落として、ため息をついた。あんたが、女に生まれてきたんでなければね。そうすれば、こんな時、悲しい思いをしなくてもよかったのに。でも、女だから、これだけのことができるんだよ、おけいちゃん。これが男で、あんたの歳であってごらん。それこそ、おっかさんに薬一つ、満足に買ってやれやしないから。そんなこともないだろうけれど。だって、宇野さんをごらんな。21にもなって、一発の職人でいて、弟の竹ちゃんがあの大怪我をしたとき、やっぱりお医者にはかけきれなかったじゃないか。あのとき、すっかり治るまで、お医者にかかっていたら、竹ちゃんも死なずに済んだかもしれないのに。それを思えば、おたみさんは幸せだよ。あんたにしたって、まだ歳は若いし、気量はいいし、今にこんなことも、笑い話にするようなときがきっとやってくるよ。生きているうちには悪いことばかりはないものさ。くよくよしないで、おけいちゃんらしく辛抱しておくれよ。大丈夫よ、おばさん。私、ちっともくよくよなんかしていないわ。こうするより他にどうしようもないんだもの。恥ずかしいだの、悲しいだの、辛いだの。そんなこと思ってたら、一日だって生きてゆかれやしないわ。おけいはこう言って、キラキラするような目で、おむらを見て、明るく笑った。それより私、おばさんに、頼みがあるの。水臭いことおいでないよ。なんて、短歌を着るほどの柄でもないが、何よ、改まって。私が、
出て行った後のことよ。和助との約束を、おけいはあらまし話した。そういうわけで、毎月のものを、おばなへ取りに行くとか、あっちの人との面倒なことは、大家さんがしてくれることになったけれど、おっかさんの世話は、やっぱり、おばさんにお願いしたいのよ。わかりきってるじゃないか、そんなこと。私は、この話が出た初めから、そうじゃないの。それは、今さらお願いも何もないんだけれど、そうじゃなく、これまでと違って、私がいなくなるでしょ？昼間はともかく、夜中まで世話をしていただくわけにはいかないわ。それで、私考えたのよ。お村に、松野という姉があった。本所の横網に住んでいて、時々遊びに来る。おけいもよく知っているが、歳はもう50だろう。亭主は網船の船頭であったが、去年の冬、19になる息子の平吉と一緒に沖へ出て、突風にあって、二人とも死んでしまった。それ以来は、針仕事などして暮らしているが、おけいはその人に、家へ来てもらえまいかと言った。ああ、そうか。そういう手があるわね。だけどおけいちゃん、あの人と来たら、知っての通りグズだから。だって、おばさんが隣にいてくれるじゃないの。おけいは、さかしげに笑った。それから、あたし、はっきり言うから、怒らないでね。っていうのが、お金のことなの。あたし、おっかさんの世話をしてもらうために、人を頼みたいって言ったら、毎月別に、一部ずつくれることになったの。それで、横網のおばさんに、我慢してもらいたいんだけれど。いいわ。それ、もらうわ。おむらは、目をふっと潤ませた。おけいちゃんからお金なんて、一文だってもらうつもりはないけれど。断れば、あんたの気の済まないのがわかるし、正直言えば、姉さんだって、助かるんだから。嬉しいわ。あたし、怒鳴られやしないかと思って、ビクビク者だったのよ。こんな時でなけりゃ、怒鳴るくらいじゃ済まないよ。おむらも笑った。それじゃあ、横網の方へ、すぐに知らせておくからね。こう言って間もなく、おむらは帰っていった。三、母親は夕げまで目を覚まさなかった。支度ができたので起こして食べさせ、煎薬と豚腹を飲ませると、びっくりするほどの効き目で、すぐにまた眠り出した。こういう薬があって、こんなによく効くのに、法外なお金を出さなければ手に入らないなんて、どういうわけかしら。おけいは、母親の寝顔を見ながら、そう思った。お民が病みついてから三年になる。もともと体が弱かったらしいが、おけいを産んで以来は性をなくしたようで、続けて百日と丈夫でいたことがなかったという。おけいが覚えてからでも煮炊きや洗濯などは、大抵父親の七蔵がやった。お民の体の調子がいい時でも、洗濯だけは決してさせなかった。七蔵は山本町の植法という植木屋の職人をしていたが、それはこの長屋へ移ってきてからのことで、同じ路地打ちにいた源氏が口を聞いたのだという。源氏は子外からの植法の職人で、随分いい仕事をするそうだが、宇野吉という長男の他に子供が5人あり、また自分が底抜けの酒飲みだったため、いつも、ひどい貧乏に追われていた。それで、宇野吉などは、11、2の年から、父と一緒に上方へ手伝いに出て、家計を助けなければならなかった。病気はおめえ、しょうがねえ。人間、病気にゃ勝てねえ。毎晩のように寄ってきて、定まって、そんな風に言う源氏の姿を、おけいは、今でもよく覚えている。俺の下げは病気だ。こいつばかりは自分でどうにもならねえ。なあ、七さん。おめえはおたみさんの病気で苦労するが、おめえに苦労させるおたみさんはもっとつれえや。そうだろう？それが夫婦の上定もんだ。
俺も酒じゃ、女房を子供に苦労させる。わかってるんだ。うのの野郎なんぞ、かわいそうでしょうがねえんだ。心持ちはつれんだけれども、しょうがねえ。この酒は、やめえなんだから。夫婦親子の情なんて言ったっておめえ、病気にゃ、勝てやしねえや。こんな風に管を巻く源氏の口から、おけいは他にも、いろいろなことを聞いた。父の七蔵が、前には京橋編の質屋にいたこと、おたみはその店の養女で、いつか七蔵と愛し合っていたところ、婿を取ることになったので隠しきれず、結局は偽札ということで、二人とも身一つで追い出されたことなど。もちろん断片的な、半分はふざけたような話ぶりだったが、おけいには強い印象として記憶に残った。源氏の話がどこまで事実かということはわからない。父や母は決してそんな話はしなかった。また、こちらから問いただせることでもなかったが、不平らしい顔もせず、煮たき洗濯をする父の様子や、そういう夫に寝床の中から食べ物の注文をしたりする母の態度を見ると、質屋の養女とその店の者という関係を証明するようで、おけいはしばしば悲しいような、切ないような気持ちを感じたものであった。源氏が4年前に死んでから、宇野吉は七蔵と一緒に上方へ通った。おけいと4つ違いの、その時まだ17だった彼の腕では、母と5人の兄弟は養いきれず、妹の一人は子守に出し、10人になる弟は日本橋国町の太めの庄へ奉公にやったが、それで母親の手内職を入れても、食うのがやっとのことらしかった。かわいそうに、今日も宇野は弁当を持ってこなかったよ。父親がそんな風に言うのも珍しいことではなく、小銭や米などをそっと届けてやるところなど、おけいの知っているだけでも5旅や10旅ではなかった。それがおけいの身に回ってきたのである。酒もタバコも口にせず、何の道楽もなく、稼ぎ通していた七蔵が、去年の冬のかかりに腸を病んで急死し、その日からすべてがおけいの肩にかかってきた。母親はもう3年越し寝ついたきりだったが、自分で世話をするようになって、初めて病気の性質や薬の高価な意味が分かった。元は単純な婦人科の疾患だったのをこじらせたのだそうで、激痛を伴った差し込みの発作が起こり、それを沈めるには一種の頓服しかなく、その薬は輸入品で、しかも表向きには禁制になっているため、手に入れることからして非常に困難だというのであった。おけいがそれを知ったのは30日ほど前のことである。この間約半年、家主の万兵衛に金を借りたし、それこそ売れないようなものまで売り尽くした。お父っつぁんは幸せだった。母親は独り言のようによくそう言った。少しも長患いをしないで、あんなに早く死ねて、私が買われたらよかったのに、こんな風で、お前にまで苦労をかけて、辛い思いをして、まだ死ねないなんて、業が深いって言うんだろうけれど、つくづくお父っつぁんが羨ましいよ。宇野吉も苦しい中でよく力になってくれた。口の重い性分でいつもむっと怒ったような顔をしているし、してくれることもたかの知れたものだったが、おけいにとっては大きな心の支えであり、頼りであった。そうして急速に二人の思いが結びついていった。辛抱しよう、おけいちゃん。今に良くなってゆくよ。もうしばらくだよ。苦しいだろうが、きっと今になんとかなるからな。宇野吉は、そう言って励ましてくれた。しかし、その彼自身が、また不幸に見舞われていた。
一番下の弟の九つになる武次が、この正月にひどい怪我をした。木登りをして遊んでいたのが落ちて、額を割り、右の太ももの骨を折った。すぐ医者にも見せ、骨継ぎにも通わせて、一応治ったように見えたのに、40日ばかり経つと、太ももの折れた部分が生み出し、それが見る間に脱走というものになって、死んでしまったのである。骨継ぎが下手くそだったんだよ。近所の者は、口ではそう言ったが、治療が不十分だったのだとは誰もが察していた。貧乏人は医者にも満足にはかかれない。病気になったらおしまいだ。ということは、それぞれが自分でよく知っていることであった。おけいは医者から母の病気と薬の性質を聞いて、その時すぐに腹を決めた。医者の払いもたまり、借りもたまり、もう売るものもなくなっていた。宇野さんのためにも、そうした方がいい。そのままの状態では、見ている宇野吉も辛いだろう。こう思い切った。そして、隣の小村の知人で、そういう方面に関わりのある人に頼み、小花屋という家へ出かけたのであった。おっかさん、早く良くなってね。おけいは母親の寝顔に向かって、口の中でこう囁いた。私はいなくなるけれど、もう薬代にも困らないし、美味しいものも食べられるわ。そのうちあの人に頼んで、できたら一緒に暮らせるようにするし、そうでなくったって病気が治れば一緒になれるわ。だから、よく養生して、早く良くなってちょうだいね、おっかさん。お民は痩せているのにむくんだような青い顔で、唇の間から歯を覗かせて、いい気持ちそうに熟睡していた。夕げの後始末を終わって、縫いかけた母の肌着を広げたとき、あたりをはばかるように、宇野吉が訪ねてきた。いつもとは違った様子で、目つきがキラキラし、頬のあたりがこわばっていた。ちょっと、そこまで出てもらえないか。大島町の菓子で待ってる。彼はそう言って、返事を待たずに去った。おけいは、胸が騒いだ。彼は聞いたのにそういない。どうしよう。すぐには立てなかった。しかし、やがて勇気を出した。母親はその薬の効いている間は眠っている。おけいは、安頓を明るくして、そっと家を抜け出していった。大島町の菓子というのは、深川の南の地外れで、海に面してずっと荒れ地が開けている。宇野吉はその荒れ地の端で待っていたが、おけいが来るのを見ると、黙って草の中を海の方へ歩き出した。空は曇っているのだろう。星も見えず、まだ宵の口なのに、気味の悪いほど辺りは暗かった。怒ってるの、宇野さん。おけいが、先にこう言った。何か聞いたのね。ああ、聞いた。宇野吉は立ち止まった。お袋が、お村さんから聞いたんだ。本当なんだね。そうするより、しようがないの。その他には、どうしようもないのよ。金はもう、受け取っちまったのか。おけいは、ちょっと黙ってから答えた。四五日うちに、迎えのカゴが来るわ。宇野吉は、不意におけいを引き寄せた。両手で激しく抱きしめ、自分の方を、ぐいぐいと、おけいのへすりつけた。おけいは頭が痺れたようになり、自分では知らずに、宇野吉を抱いて泣き出していた。俺は話したくない。どこへもやりたくない。俺は、一緒になってもらいたかったんだ。おけいちゃんと一緒になれると思っていたんだ。嬉しいわ、宇野さん。私もそう思っていたのよ。私も宇野さんのおめ、私も宇野さんのお呼びになりたかったのよ。そんなら、
それがもし本当なら。こう言って、宇野吉はおけいの肩をつかみ、押し離すようにして、顔を覗き込んだ。おけいちゃん、俺と一緒に逃げてくれ。逃げて、どうするの？二人で暮らすんだ。俺には職がある。職がなくったって、何でもやる。俺もおけいちゃんも、ずいぶん辛抱してきた。もうたくさんだ。俺たちだって、生きたいように生きていいはずだ。逃げよう、おけいちゃん。どこか遠いところへ行って、二人で暮らそう。待って、うのさん。落ち着いてちょうだい。おけいは彼を見上げて、静かな、ゆっくりした調子で言った。私も、そう思ったことがあるの。いっそ、うのさんと一緒に逃げ出して、どこかへ行ってしまおうかしらって。でも、考えたの。私たちが苦しいのは、貧乏だからでしょ？うのさんのおじさんも、私のお父っつぁんも、あんなに稼いで、それで、お酒を飲むとか、病人がいるとかすれば、もう満足に、食べることも着ることもできなくなるわ。だから逃げ出すんだ。このままいれば、俺たちも同じことになってしまう。俺たちの一生も、めちゃめちゃになってしまうんだ。そうじゃないわ。逃げたって同じよ、宇野さん。親兄弟や、はまぐり町の長屋からは逃げられるけれど、貧乏からは逃げられやしないわ。私のお父っつぁんやおっ母さんだって、貧乏したくって、はまぐり町へ来たんじゃない。二人で幸せになろうと思っていたに違いないわ。あの長屋にいる人たちの中にも、江戸へ行けば、なんとかなると思って、どこかから逃げてきた人がいるでしょ。でも、やっぱり同じことよ。運不運もあるだろうけれど、ただここを逃げ出すだけでは、決して幸せにはなれやしないわ。それだっていい。おけいちゃんとなら、俺はどんな貧乏だってするよ。そして、私たちの子供にも、私たちのように、惨めな辛い思いをさせるのね。宇野さん。いいえ、私は嫌よ。私は自分の子供には、私は自分の子供には、そんな思いはさせたくないわ。あんただって、そんなことはできないはずだわ。宇野吉は黙って、頭を垂れた。おけいは、彼の手をそっと握り、怒りを抑えたような口ぶりで言った。逃げちゃダメ。逃げるのは負けよ。ねえ、世の中は戦いだって言うでしょ、宇野さん。私、50両という支度金を取ったし、家の方へも、次々のものを取る約束をしたわ。向こうへ行ってからも、できるだけ詰めて、できるだけお金を貯めるつもりよ。そして、これならと思うくらい貯まったら、訳を話して、暇をもらうわ。強がりを言うようだけれど、私きっと、思うだけのものを貯めてみせる。きっと貯めてみせるわ。怒りの宣言のように、おけいはそう言った。だが、その後から、心はよろめき、無残なほど、声が震えた。あんたも強くなってちょうだい。やけになったり、諦めたりしないで、辛抱強く、一寸刻みでもいい。貧乏から抜ける工夫をしてちょうだい。そして、いいお嫁さんをもらって、幸せに。俺が、いい嫁をもらうって。宇野吉は、かすれ声で、叫ぶように言った。じゃあ、おけいちゃんは、俺に待っていろとは言わねえのか。だって、宇野さん、私、綺麗な体じゃなくなるのよ。そんなことがなんだ。それが悪いんなら、罪の半分は俺にある。俺に解消があれば、おめえにそんな悲しい思いをさせずに済んだんだ。おりゃ、おめえの他に嫁なんぞもらおうとは思わねえ。宇野さん。おけいは、握っていた彼の手を自分の胸へ押し付け、あえぐように叫んで身をすり寄せた。宇野吉は、その手を振り離し、おけいの肩をつぶれるほど抱きしめていった。
待ってるぜ、おけいちゃん。おけいは、身もだえをした。それじゃあすまない。あたしが、うのさんにすまないわ。泣いちゃいけねえ。今泣くんじゃねえ、おけいちゃん。うのきちは、歯を食いしばった声で言った。泣くのは、もっと先のことだ。いつかそういう日が来て、二人が晴れて、一緒になれたらだ。それまでは、泣くのはよそう。俺も強くなる。精一杯稼ぐ。そして、何年でも待っているぜ。いいな、おけいちゃん。そんな、そんなことを言えば。おけいは、いやいやをしながら、むせび上げた。泣くまいと思ったって、泣けちゃうじゃないの。こんなに、自然に声が出てきちゃうわ。むせび上げる声に、笑いが混じった。そのおけいの顔へ、うのきちがのしかかるような姿勢になり、うっと喉へ、声の詰まるのが聞こえた。右輪ではしきりに波の音がし、闇の向こうに佃島の明かりがちらちらと瞬いていた。4。尾花屋をかごで出て、永代橋を渡ったところで下り、水天宮の近くで辻かごに乗ったが、それも京橋八丁堀で降りた。こうして、五度もかごを乗り換えた上、目黒から大山道を西へまっすぐに行き、柿の木坂というところで、掛け茶屋へ入って一休みした。遠いので、さぞびっくりしたろう。茶店を出て、今度は歩き出しながら、こう言って和助は振り返った。おけいは寂しそうな微笑を浮かべ、そっと首を振った。こっちの方へ、来たことがあるかね？いいえ、初めてです。下町の人間は、出不精だからな。和助は、機嫌のいい調子で笑った。大山道を左へ曲がり、丘へ登って、松林の中を、二丁ばかり行った。あたりはすっかり、田舎の景色であった。どっちを眺めても、林や草原や畑ばかりで、農家らしいものも、まれにしか見えなかった。ごたびもかごを乗り換えたのは、かごかきなどに足取りを知らせないためであろう。その上、環境というには、あまりに土地が偏僻すぎる。何か、悪いことでもするような人だったら。お村の言った言葉が思い出されて、覚悟を決めてきたものの、おけいはだんだん不安になるのを抑えることができなかった。二丁ほど行って、右へ坂を降りた。小さな谷間といった風な、二つの丘に囲まれたところに、その家はあった。南西へ開けた、千坪ばかりの広さで、周囲に高い生垣を回し、表側だけは黒く塗った板塀で、あまり大きくはないが、両開きの門がついていた。あの川は何というか知っているかね？門のところで和助がそう言った。土地はそこから西へ段下がりになって、松林の向こうに草原が広がり、そこに緩やかな川の流れているのが見えた。あれが多摩川だ。名ぐらいは知っているだろう？ええ。聞いたことはあるようですけれど。これから鮎が取れるんだが、ここのは味がいいので名高いんだ。川魚は嫌いです、と言おうとしたが、おけいはさりげなくうなずくだけにした。門を入ると、老人夫婦が出迎えた。名は、五兵衛に富というのだが、じいやばあやと呼べばいいそうである。彼らは前から聞いていたのだろう。おけいのことを、ご神蔵さん、と呼び、富が先に立って、家へ案内した。さして広くはないが、凝った作りの平屋で、土蔵がついていた。部屋は五つあり、おけいの居間には、タンス二竿と、鏡台、長火鉢、小机など、
すっかり道具が揃っていた。後でタンスを開けてごらん。帯地や反物が夏冬一通り入れてある。私は今日は帰って、五六日したら来るから、その間に当座の着るものを仕立てさせるんだね。バスケは長火鉢の前へお桂を座らせ、自分も差し向かいに座って、さも満足そうな口ぶりでこう言った。こんなところに仕立て屋さんがあるんですか？山奥へでも来たと思ってるんだね。バスケはからかうように笑った。落ち着いたら下へ行ってごらん。仕立て屋どころか料理屋もある。しかしまあ、私のいない時は出歩かないようにしてくれないと困るが。私、外へ出るのは好きじゃありません。富が茶を持ってくると、和助は食事を取るように命じた。鈴藩へ行って、などと言ったところを見ると、それが料理屋かもしれない。和助は茶を飲み終わると、おけいを連れて家の中を見せて回った。これがネマ、こっちが私の部屋だ。落ち着いたら、この向こうへ茶室を建てようと思う。これから茶屋生け花を習ってもらうんだな。読み書きの師匠も読んでやるよ。土蔵を開けて入ると、何が入っているのか、長持ちや室や箱がぎっしり並んでいた。バスケはおけいを洋ダンスの前へ呼んで、この中に金や書き付けが入れてある。これがこの鍵だ。預けておくから気をつけて持っていてくれ。それから、彼は鍵を三つ渡して、一番奥の長持ちを指さした。この中のはまとまった金だからな。洋ダンスのはお前に任せるが、これには手をつけないように。今に見せてやるが、あの長持ちや箱の中には金目の品がたくさん入ってるんだ。私が10年かかって集めたものだがね。お前がよく面倒を見てくれれば、いつかはこれがみんなお前のものになるんだよ。和助の声には一種の感慨がこもっていた。色の黒い、たくましい彼の顔は赤くなり、目は落ち着きなく光っていた。そうだ。これは俺のものだ。ここにあるすべては俺のものだ。彼はこう叫び出したいくらいだった。運ばれてきた食事は、ヤマメの田楽に鯉の洗い、甘煮と鯉こく、卵焼きなどであった。おけいは端をつけたが、川魚の匂いがどうしても嫌で、甘煮と卵焼きしか食べられなかった。ここへ来て、川魚が食べられないのは困ったな。まあ、そのうちに慣れるようにするんだな。鮎も食えないなんて、それこそ玉川が泣くぞ。こんなことを言って、和助はおけいの残したものまでみんな食べた。お店はどちらにあるんですか？帰ると言って、和助が立ったとき、おけいは送り出しながらそう聞いた。和助は頭から取り合わなかった。そんなことは知らなくってもいい。今度来れば、もう二度と行き来はしないんだから、門まで送っておいで。こう言って玄関を出た。彼はおけいに庭を見せて回った。かなり広い芝生があり、松林があった。裏には少し畑もあった。五平がもったいないからと言って野菜を作っているのだそうである。こっちは見えねえし、開けておくのも無駄だからね。じいやはついて歩きながらおけいにそう言った。これっぱかしでも旦那やご親蔵さんの上がるくれえは作れるだから、それにおらもう手がついてるだからよ。おけいは来た時から五兵と富の人柄を見ていた。口ぶりでは老夫婦はこの近くのものらしい。性質も悪気のない朴訥な様子で、場合によっては
力になってもらえそうな、頼もしい感じがした。では、五六日うちに。和助は、門のところでこう言った。早ければ、二三日のうちに来るから。じゃあ。そして、彼は坂道を、西へ降りて行った。五。それから丸二日、和助は、最後の仕上げのために奔走した。すっかり手順がつき、用意が整った。その日は、三軒ばかり客筋を回って、暮れ方に銀座の店へ帰った。主人の義兵は、町内の寄り合いに出かけたという。和助は自分の机で、その日の帳締めにかかったが、途中でやめて、手代の蔵吉を呼んだ。どうも、頭が痛くっていけない。風邪でもないらしいんだが、どうにも気分が悪いから、お前、これを閉めといてくれないか。ええ、よろしゅうございます。医者に脅かされてから、頭が痛むと、すぐ神経に応える。嫌な心持ちだ。和助は前から、医者に中期の毛があると言われた。ということを、事実らしく言い、頭を休めるために、海へ釣りに行くという理由で、時々店を休んだ。釣りに行くのもまるきり嘘ではないが、主な目的は、誰にも知られてはならない、必要な時間を取ることであった。そして、今ではもう、彼に中期の毛がある、ということは、家でも店でも、知らないものはなかった。明日は、ことによると、休むかもしれない。旦那がお帰りになったら、そう言って、それから、と。和助は、片手で額を揉んだ。島屋さんでは、この10日に返済なさるということだったから、それも旦那に申し上げといておくれ。かしこまりました。それだけで、ようございますか。それだけだ。と言って、和助はさりげなく、店の中を眺め回した。12の年から、足掛け32年になる。惨めな、暗い、濁った日々。振り返ってみれば、屈辱と悲哀に塗りつぶされた月日のようだ。しかし、それも今日が終わりである。もう二度と、この店を見ることはないだろう。これで、おさらばだ。二三日うちに、人騒ぎ起こるだろう。俺の置き土産だ。ちょっとした見物だから、ゆっくり見てくれ。あざけるように、心の中でつぶやいて、それから、カゴを呼ばせて、店を出た。新銭座の家へ帰った和助は、具合が悪いから、と言って、早く寝た。けれども、これが最後と思うせいか、頭が冴えて、どうにも眠れない。そのうちに、十時の鐘が聞こえ、イライラしてきたので起き上がって、妻に酒を言いつけた。お酒って、いいんですか？妻のお香は、針を持ったまま、夫を見た。お医者に止められてるっていうのに、何か煎じ薬でも。うるさい、持ってくればいいんだ。お香は、しぶしぶ立っていった。和助はその後ろ姿を、憎悪の目で見合った。ずんぐりと、胴の太い、肥えた体。勘の鈍さ、動作の呪さ、下びた口の利きよう。すべてがいやらしく、やりきれないほど醜かった。こんな女と、13年も暮らしたんだ。彼は、舌打ちをした。だが、それも今夜でおしまいだ。隣の部屋には、寝床が二つ並んで、11になるワイチと、8歳のお先が眠っていた。彼は、その子供たちの寝姿を見ても、何の感情も起こらない風で、冷ややかな一瞥を投げると、すぐに目をそらした。お前たちはお前たちで、好きなようにやるがいい。俺も自分でやってきた。誰の世話にもならなかった。7つの年にみなしごになってから、ずっと自分で働いて生きてきたんだ。
お前たちも、そうすればいいんだ。彼の顔に、皮肉な嘲笑するような表情が浮かんだ。お甲が盆の上へ、缶どっくりと、杯を乗せて持ってきた。彼は、寝床の上に座ったまま、一人でまずそうに、酒を飲み出した。そうだ。ずいぶん辛い月日だった。7歳で孤児になってから、親類先を3軒も転々し、12の年に銀座の両替商へ、レッチ奉公に入った。親類では、厄介者として追いつかわれ、レッチ奉公は、過労と屈辱の日が続いた。いつかこの取り返しはつけてやる。今にみんなを見返してやる。寝ても起きても、そう思っていた。他のでっち小僧たちは、屈辱を屈辱とも思わず、牛馬のようにこき使われながら、笑ったりふざけたり、平気だった。その中で、和助だけは、密かに心で刃を研いでいた。店は、金商と呼ばれ、金銀地金の売買と、両替を兼ね、また、傍ら、高利の金融もやっていた。彼は、辛抱強かった。決して急がなかった。密かに狙う者のために、彼は誰よりも勤勉に働き、誠実に店の利益を守った。それは、彼の復讐心をさらに強くしたが、周囲の信用を集める効果も上げた。彼は臨職に銭をため、狡猾にくすねた。21で手代になり、やがて番頭になった。店を持たせてやろうと言われたが断り、嫁をもらえと言われたが断った。そして、30の年には支配人になり、金融の仕事を任された。だが、それには、お香を嫁にもらう、という代価を払った。なぜなら、お香は主人、義兵の姪で、25になっても嫁入り口がなく、主人夫妻も持て余した形であった。それをこっちから望んで嫁に取ることがどういう効果を表すか、和助は十分に知っていた。和助は新銭座に家を持ち、店へ通い、客筋を自分で回った。彼は確実に利益を上げ、得意を増やした。だが、その間に、金商という背景を利用して、密かに彼が懐を肥やしていることは知る者がなかった。疑うには、あまりに誠実であり、勤勉であった。仕事の確かさ、人柄の固さ、主人や店の者は言うまでもなく、関係のある人すべてが彼を信じた。だが、今にわかるだろう。今に、俺がどんな人間だったかということが。彼は、心の中で、いつもそう嘲笑していた。彼の愛想笑い、もみで、追笑、かがめる腰、卑屈な抵当。その一つ一つが、復讐の誓いを強くし、決心に必要さを加えた。10年前、34の年に、エバラ郡調布村に土地を買った。それから今日まで、周到に、狡猾に、そして、極めて用心深くことを運んだ。家が建ち、土蔵が建った。書が骨董、茶器、必要なあらゆる道具が揃い、土蔵の中には、8000両余りの現金が溜まった。彼の目当ては、10000両である。もう一息。というところへ来ていた。しかし、その時ふと危険な予感がし始めた。そんな理由はないはずである。万が一にも尻尾をつかまれるはずはない。そんなヘマなことは決してしてはいなかった。にもかかわらず、その予感はかなり強かった。そうだ。見つれば欠けるということもある。和助はこう思って、きっぱりと打ち切る決心をした。何か言いましたか？お甲が向こうから
声をかけた。和助は飛び上がるほどびっくりした。回想で、我を忘れていたらしい。あ、という声さえ上げた。どうかしたんですか？だらけたような、無神経な妻の調子に、彼は激しい怒りをそそられた。けれども、それを押さえつけて、冷ややかに勘どくりを刺した。もう一本つけてくれ、熱くして。お香は、のそのそと立ってきた。こんな女と、13年も暮らしてきたんだ。彼は妻の方へ、侮蔑の目をやりながら、そう思った。それはすぐに、お慶の姿へつながった。あの美しい、従順な、みずみずしい娘。これまで見たこともなく、形容しようもない綺麗な、若さと命のあふれるような体。だがお幸、お前も不幸ではなかったはずだぞ。俺がもらってやらなければ、一生男の味も知らずに済むところだった。それが、嫁になって、子供も二人できたんだから。おまけに後のことは、金賞のおじが何とかしてくれる。俺はお前から、釣りを取ってもいいくらいだ。かってで、妻が酒の音をさせていた。和助は満足そうに、薄暗い家の中を眺め回した。冷酷な、長老するような目つきであった。6。頭を休めに行ってくる。もう、キスが出ているかもしれない。彼はそう言って、釣り道具を持って、まだほの暗いうちに家を出た。金杉の梅川というのが、行きつけの船宿であった。預けてあった積みを持って船を借り、川を下って海へ出た。和助は、かなり巧みに、櫓を使うことができる。海へ出ると、西へ向かって漕ぎながら、もう決して、後ろへは振り返らなかった。とうとう、今日という日が来た。夢のような望みだったが、とうとう、その夢が俺のものになる。一人でこうつぶやきながら、夢の実現と、世間に対する復讐の完成のために、彼は声を上げて、わめきたいような衝動を感じた。品川の沖で日が昇った。海の上では日光は暑い。たちまち汗が吹き出した。和助は着物を脱ぎ、次には半身裸になった。強い日光と、休みなしに漕いでいるためか、頭が痛くなり、時々目が霞むように思えた。もう一息だ。松が見えるまで、それで全てが済むんだ。サメズへかかると、遠く松並木が見えた。鈴ヶ森であろう。頭の痛みは時を切って強くなり、かなり激しく痛む。そして、汗をかいているのに、それが熱いのか冷たいのかはっきりしない。気分も重苦しく、胸がムカついてきた。一休みしよう。それに、着替えをしてもいい自分だ。和助は炉を上げて休んだ。日並みがいいので、かなり釣り船が出ていた。しかし、みんな遠かった。初夏のないだ海は、さざ波も立たず、とのように平らな浅葱色に、空の白い雲が、はっきりと映っていた。釣り道具を開け、衣装を出して、それを餌箱を押さえにして、船底へ置いた。遺書には、店の金を使い込んだので、申し訳のために死ぬ、という、詫びの文句が書いてある。次に、梅川から持ってきた包みを開いた。紬の細かい縞の一重に、くず織の焦げ茶色無地の角帯、印籠、タバコ入れ、印念革の紙入れ、火打ち袋、小菊の紙、白旅に競った、そして、総称頭巾などをそこへ並べた。遠い釣り船にも気を配りながら、用心深く着替えをした。潮の具合で、
船は自然と西南へ流されてゆく。彼は家から着てきたものを一品ずつ船べりから海の中へ捨てた。そして立って炉を使い出した。もう急ぐことはない。彼はゆっくりと静かに漕いだ。金杉を出てから約4時間、和助は6号川の川口に近い海岸へ船をつけた。そこは若いヤシが一面に伸びていて、船を入れると陸からも海からも見えなくなる。彼は満潮線をよく確かめた。今は潮の引く盛りだから、上げてくるのは夕方であろう。満潮になれば船が浮くように、そして川の流れに乗って沖へ持って行かれるように、およその見当をつけてから船を降りた。なるべく遠くへ行ってくれ。少なくとも明日までは見つからないようにな。では、お別れだ。頼むぞ。和助は船に向かってこう言い、かかとほどの水を渡って岸へ上がった。濡れた足を拭き、足袋を履いた。その時また胸がムカつき、ぐらぐらとめまいがした。しばらくじっとしていると収まったので、雪駄を履いて立ち上がった。湿地や水たまりの間を広い広い街道の方へ歩き出した。東海道の王冠は見えていた。松並木の間をちらほらと馬や人が往来している。車の音も聞こえてくる。歩兵が待っているだろう。今夜は風呂を立てさせて、鈴藩から魚を取って。突然、和助は目がくらんだ。地面が斜めになり、耳の奥でガーッと凄まじい音が起こった。彼は何かに捕まろうとして、両手を泳がせながら、若い足の中へ前のめりに倒れた。和助は眠りから覚めた。まあ、そっとしとくよりしょうがない。間違いなく卒中だよ。すぐそばで、そういう声がした。夢を見ているんだな。和助はおかしくなった。みんなが自分に中気の毛があると信じている。バカな奴らだ。しかし、誰だろう。とんでもねえものを拾っちゃったな。今度は違う声が聞こえた。紙入れの中には利用ばかり減ってるわ。名札も所書きもねえんで、まるっきり身元がわからねえ。なりで見ると相当な店の隠居らしいわな。それにしちゃぶっ倒れたところがケブですぜ。六号の川っぷちを海の方へ30軒も行った足の中だからね。なんだってあんなところへ踏ん込んだものか、なんだってあんなところへ踏ん込んだものか、わけがわからねえ。和助は、あっと思った。六号川、足の中、ぶっ倒れていた。これらの言葉が何を意味するか、初めて彼に分かったのである。これは夢ではない。送信を、恐怖が走った。飛び起きようとしたが、体は岩にでもなったように重く無感覚で、声のする方へ、顔を向けることもできなかった。中気、まさか。彼は笑おうとした。だがすぐに今そこに聞こえた声を思い出した。間違いなし、卒中だよ。そして彼は息が詰まりそうになり、我知らず絶叫した。絶叫。いや、そうではない。それは哀れな、いやらしい、うめき声に過ぎなかった。またうなり出したぜ。嫌な声だな、こいつは。こう言って、誰かが覗き込んだ。35、6になる、ひげだらけの男だった。眉の太い、唇の厚い、色の真っ黒な、けれども目だけは、好人物らしく見えた。目を開いてますぜ、先生。やれやれ。涙とよだれでぐしょぐしょだ。お前さん、動いちゃいけないよ。もう一人の顔が見えた。54、5になる男で、頭を総髪に結い、
ひどく痩せていた。もちろん、医者に違いない。彼は和助の手首を取り、脈を見ながら言った。卒中で倒れなすったんだ。全身の痺れる一番重いやつだから、動かないで、じっとしていなくちゃいけない。無理するとそのまんまになりますよ。脅かしではないんだから。静かに寝てなくちゃいけませんよ。口も聞けないのかね、先生。そんな声で物を言っちゃいけない。耳は聞こえるんだから。そして、二人は向こうへ行ったが、話す声はかなりはっきりと聞き取れた。すると、治る見込みはねえのかね。いけないね。すぐ死ぬ方が病人のためなんだが、その方がいいんだが、命は助かってもこのままで寝たっきり。まあ、この見立てには間違いはないだろう。だってそんな、それじゃあどうすればいいんだ。二両という金があるんだから、これも陰縁だと思って世話をしてやるんだね。金がなくなっても引き取り先がわからなかったら、まあその時は、裏のお救い小屋へでも入れるさ。どっちにしてもよくは言われねえ。まったくこいつは、とんだことをしたもんだ。和助はうめいた。彼は、調布村の家を思い、土蔵の中の金品を思い、そして、おけいを思った。玉川の流れを見下ろす閑静な土地、それは、彼のものである。ぎっしり詰まった書が骨董、8000余両の金、それも、彼のものだ。緻密に計画し、必要に狡猾に、10年の間永遠と、用心に用心して作り上げたものだ。そして、あのおけい。風呂場で見たあの裸。横からも前からも後ろからも、立ったりかがんだり、丸さも滑らかさも膨らみも、残りなく見たあのそそるような若い体。それも、彼のものである。そしてこれらは、すべて彼を待っている。ほとんど手の届くところに、もう半日、いや、2時間早ければそこへ行けた。仮に倒れたとしても、そこまで行けば安心できた。いやだ、ここでは死ねない。死んでなるものか。おけい、あの家屋敷、みんな俺のものだ。俺の。7。それから、2年余りの月日が経った。調布村の家は、すっかり空気が変わっている。お民が引き取られて寝ているし、宇野吉と妹の那穂も来ていた。おけいの母親は、おけいがこっちへ来て、半年目に引き取ったのだが、宇野吉と那穂は、つい数日前に移ってきたのである。彼の母は、去年の夏に死に、弟の一人は、本所の質屋へ奉公にやった。これはみんな、五平夫婦の勧めたことであった。5、6日うちに来ると言った主人が、それっきり姿を見せない。使いもないし、頼りも来なかった。一体、どうしたんだろう。おけいは言うまでもないが、五平たちも主人については何も知らなかった。江戸と大阪にあるという店の所在も商売も。わかっているのは土地を買うとき、証文に書いた名前だけであるが、それも、喜右衛門という名だけで、ところ書きはここになっていた。まあ、そのうちには、おいでなさるだろう。こう言って待ったが、半年しても、音も沙汰もない。それで五兵衛は、母親を引き取るようにと、おけいに勧めた。病人を放りっぱなしにはしておけないからな。それに、半年も何の知らせもないんだから、旦那もまさか怒りはなさるまい。もし怒ったら、自分たちが詫びを入れる。こう言って進めるので、不安ではあったが、おけいもそうすることにした。その時、母を送ってきたのは、宇野吉であった。半年ぶりに、お互いの顔を見て、帰って話もできなかったが、五兵衛の妻は、二人の様子から何か感づいたらしい。宇野吉が帰るときに畑から野菜を抜いて持たせ、暇があったら
訪ねてくるように、と言った。それから、彼は時々やってきた。月に一度くらいの割であったが、また、訪ねてきても、おけいとはあまり口をきかなかったが、この間に、主人を待つ気持ちは、だんだん薄くなっていった。やっぱり悪いことをした人で、それがわかって、牢へでも入れられたのではないだろうか。おけいは、そういう不安につきまとわれ、宇野吉にも相談した。彼は、小花屋へ行って確かめたが、そこでも身元は知れないし、音信はないという。一年経ち、とうとう二年経ってしまった。宇野さんもお呼びなさいまし。丸二年目の夏になると、五兵夫婦がしきりにそう言い出した。この辺はこんなに空き地があるんだから、こっちへ来て植木屋をやったらいいでしょう。地面やなんかは私が心配しますよ。おけいは心が動いた。自分のものではないが金はある。買うのが土地であるから金をただ偽証したことにならない。言い訳は立つと思って、宇野吉を半ば口説き落とすような形で妹と一緒に移って来させたのであった。今、おけいと宇野吉が家の後ろにある丘の松林の中に座っている。不思議だな。まるで夢のようじゃないか。こんなことって聞いたこともないぜ。私はもう心配じゃなくなったわ。おけいは多摩川の流れを見やりながら感動を潜めた自信のある声で言った。あの人はもう来ない。決して来ないという気がするの。決して。どうしてだと言われてもわからない。自分でもこれがこうとは言えないけれど。でもあの人が二度と来ないということは確かだと思うわ。そうなればますます夢だ。しかし、そんな大きな夢でなくってもいい。ここへ地面を借りて、おけいちゃんのそばで暮らすことができれば、俺はそれだけでも十分だ。ねえ、泣いてもよくって、宇野さん。宇野吉の言葉には構わず、おけいはこう言って、彼の目を見上げながらすり寄った。泣くって、だって急に、どうしたんだ？いつか、大島町の歌詞で言ったじゃないの。今度二人が一緒になれた時は、泣けるだけお泣きって。そりゃ、けれどもそいつは、二人が晴れて、夫婦になれた時っていう。夕べね。おけいはそっと、宇野吉の胸にもたれかかって、甘く囁くように言った。夕べ、私聞いちゃったの。じいやとばあやが、10月になったら、私たちを一緒にさせようって。宇野さん。おけいは、両手でしがみついた。おっかさんを引き取ったのも、あんたを呼んだのも、あの二人よ。嫌だと言ったって、あたしたち、きっと一緒にされちゃうわ。宇野さん、あたしたち、よく、辛抱したわね。そして、激しく泣き出した。宇野吉は、その背中へ手を回し、黙って頬をすりつけた。おけいはむせび上げながら、途切れ途切れに、彼の耳へ、こう囁いた。とうとう、こうなることができたわね。あたし、嬉しい。嬉しいわ、宇野さん。彼らはもう、何も恐れる必要はなかった。なぜなら、和助は、50日も前に、六号材のお救い小屋で、身元不明のまま、死んでいたのである。